なるよ。俺たちやることは一つ、戦え。誰が一番か君をせ。行ったね、これ優勝だ、優勝だ。いや、やった。数で攻めるか、大きさで攻めるか、狙うか、前人未到の二冠。長家を捧げよう。こんばんは、リサです。前回大会優勝してしまいすいません。サイズは運です。でも堀田さん言ってました、大きいのが出たところにはまた大きいのが出るらしいです。石川さんが釣ったあの場所気になりますよね。みんなで第4回盛り上げましょう。お願いします。はい、こんにちは、熊谷です。今回はナルオの釣り道楽第4回ヒラメ王決定戦が開催されるということで、ヒラメ釣れるポイント2つあるんですけど、まずは朝早起きしてサーフに向かうっていうことですね。それがまず一つと、でもう一つはナルオさんの動画を見るっていうことですね。結構ね、一人でね喋ってるんですけど、割とねあの人ここで釣ってるとか、こういうので釣ってるとか、結構細かくね、あの喋りながら釣ってるんで、意外とそれってあの攻略になるんで、皆さんあの動画をねよく見て聞いてみてください。アドバイスになるかもしれません。エントリーは公式 LINE から、概要欄に登録フォームがございます。お名前、釣った場所、長光日、ヒットルアー、サイズをご記載の上、ヒラメのサイズの画像、ヒラメを持っている画像の2枚を公式 LINE に送ってください。長光日から1週間以内の超過に限ります。頼むから1ヶ月前の超過なんか送ってくるんじゃねえぞ。超過方法はルアーワームに限ります。超過エリアはサーフ、河口、堤防、漁港、磯となっております。船釣り、餌釣りの超過は無効となりますのでご注意ください。皆様からのエントリーお待ちしております。皆さんごきげんよう、ナルオでございます。収録日が11月11日現在朝の2時5分でございます。ということでね、中継終わってね収録しようかと思ったら、知らない間にパソコンの前で寝落ちし、起きたら、はい、こんな時間でございましたということで、はいね、こういう時間にね、はい、夜中に静かに一人で喋っておりますということでね、今回第8回目となるね、超過速報です。だんだんね、開催期間がね残りわずかとなってまいりました。そんな中、果たして現在1位のね、いや金前の調整さん、周平さんの75センチを越してくる人が今回出てくるのかということで、今回も大波乱のね超過速報となっておりますので、早速見ていきましょう。まずはこちらの方からでございます。はい、まずはエントリーナンバー1、我らが漫字界タカピーさんです。はい、ということでね、ヒラメよりメバルの超過を紹介してる方が多いんじゃないかってツッコミが入れたくなるようなはい、ね、そんな感じでございますけども、漫字界一同勘違い野郎が、はい、ヒラメ釣ったということを送ってきました。早速見ていきましょう。11月9日、場所、家の近くの砂浜だそうです。はい、ということで、どこの砂浜なんだってね、ツッコミ入れたくなりますけど、はい、はっきり言いましょう、センナーサーフですということでね、はい、ヒットルアーがね、ハルフィッシュで釣れましたということでね、ヒラメのサイズが37センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、高部さん今回これで6枚目ということでね、数釣りも一気にね、ゆうきさんに1枚差となりましたということでね、メバルだけじゃないんだぞというところをね、今回お見せするということでね、はい、そんな高部さんね、もう1枚あの超過来てますんで、ご紹介しましょう。どうぞ。
はい、ついに7枚目の超過ということでね、タカピーさんがついにユイキさんにね、数釣り追いつきましたということで、同一1位になりましたね、数釣りの方が。はい、ということでね、超過見ていきましょう。日付、場所、ヒットラーは全部一緒です。サイズの方がね、この 39.5cm ということで、ね、7枚目の超過おめでとうございます。はい、ということでね、タカピーさんでもう1枚来てるんですよ、ご覧ください。はい、ついに数釣りタカピーさんが単独首位8枚となりましたということでね、超高尾ヒットルアー場所は全部一緒ですね。ヒラメのサイズがね 43.5cm となってます。おめでとうございます。はい、ということでね、今回はね、数釣り狙いますということでね、4代目ヒラメハンターガチで狙いに行くそうですということでね、タカピーさんがついに単独1位ですね、数釣りということでね。はい、数釣りがかなり接戦してまいりました。ちなみに今回ね、ゆうきさんからのエントリーがないんでね、はい、タカピーさんがこのまま、守りきれるのかというところですね。さあ、続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー2番、我らが万事会3代目ヒラメ王ヒッサさんでございます。はい、ということでね、超高尾が11月10日千奈作で釣れましたということでね、ヒットルアーがフリッパー IT、 ヒラメのサイズついに出ました、コズブトン66センチとなってます。おめでとうございます。はい、ここに来てね、ヒッサさん超過5枚目、大きさで言えばランキング4位ということでね、一気にね、大きさベスト5入りですね。小座布団ついに出てまいりましたということでね、今回ね、ちょっと小座布団もね、結構ね、超過届いてるんでね、ランキングも結構面白いことになってくるかなというふうには、はい、思ってるんですけどもね、3代目ヒラメ王がね、ここぞとばかりにね、はい、出してまいりました。数も5枚目、なかなかね、ちょっと面白い状況になってきましたね、ヒサさんね。はい、ということでね、数でも大きさでもね、バシッと実力を示していただきました。さすが3代目ヒラメ王。はい、前回ね、大きさ部門ね、優勝者でございますよ。この後も、あれに荒れてくれると思います。さあ、それではね、続いての方ね、ご紹介していきましょう。さあ、続いてはこの男が沖縄からついに帰ってきたということでね、エントリーナンバー3番、熊谷さんでございますということでね、はい、前大会のね、数釣り王、3代目ヒラメハンター武田軍団がね、はい、ついに、沖縄から戻ってまいりましたということでね、はい、早速ね、見ていきましょう。超高尾ね、11月7日、県南サークと仙南サークでね、釣れましたということでね、はい、37センチと 40.5 センチ、おめでとうございます。はい、ということでね、タカピーさんとのね、同一、はい、数釣り8枚ということでね、1位、はい、ということで、仲良しコンビのタカピーさんと熊谷さんがまさかの8枚でね、ちょっと並ぶということでね、これあれじゃないですか、このまま数釣り接戦になるようだったら、24日のね、あの、万事会 VS 武田軍団でね、決着つけていただきたいですよね。はい、ということでね、仲良しコンビがまさかのね、同一8枚ということで、これはちょっと本当に頂上決戦でね、決着つけてほしいですね。はい、ということでね、11月最後の日曜日ですからね、24日、まあ、でもね、一応11月最終日がね、ちょうど土曜日なんですよね、30日、なんでね、まあ、超過自体はね、まあ、30日最後最終日ちょっと何かしら届くかなと思ってるんですけどね、まあ、最終日曜日である24日もちょっとなかなか面白い展開になってくるんじゃないかなということでね、はい、ちょうどね、武田軍団とね、チーム対抗戦やりますんで、お互いライバルですから、決着つけてくださいということで、はい、沖縄からは、はい、熊谷さんが帰ってきましたということでね、続いての方ご紹介しましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー7番、2代目ヒラメヨ YouTube 珍チャレンジメンバーヌーバーさんでございます。はい、いつもはね、栄光かけるんですけども、この間ね、真夜中にね、これをやってヌーバーって叫んでたら、おじの鬼嫁にぶち切れられました。はい、うるさいと、はい、いうことで、今回静かに普通にね、あの、ご紹介しております。はい、なんといっても今真夜中の2時でございますから、はい、ということで、決してテンションが低いわけではございません。はい、ということで、早速見ていきましょう。直後にね、11月9日県南作で釣れましたということでね、こちらライブ配信中に釣れましたということでね、初めてライブ配信で釣れたのかって言ったのかな。はい、ね、ヒラメのサイズが 47.5 センチとなってます。おめでとうございます。
はい、ということでね、サイズの方も伸ばしてまいりましたね。ライブ配信中にね釣れたということでね、チャンネル登録が少し伸びたみたいでね、はい、まあ少しお役に立ててよかったのかなということでね、あの500人いけばね、あの投げ銭とかがね、あのできるようになるんでね、あの少しでもあの収益化して、あのモチベーションを上げたいって言ってるんでね、ぜひチャンネル登録の方、はい、お願いします。そんなね2代目、さらにもう一回ちょっと紹介いただいてるんでね、ご紹介していきましょう。はい、続いての紹介ね、翌日の紹介にありますね、11月10日、県南作、こちらなんか宿狩りの安ポイントっていうことでいただいてたんですけど、なんだろう、宿狩りの安さんと一緒に行ったのかね。はい、ということでね、ヒラメのサイズが34センチあってます。おめでとうございます。はい、ということでね、2代目もね、これで3枚目の超過ということでね、はい、サイズも数も着実にね、はい、伸ばしておりますということでね、こちらの超過もね、なんかライブ配信中に釣れたということでね、ライブ配信ですとね、やっぱりリアルをね、ずっとお届けするような感じでね、あの釣れないシーンが結構多いんで、ちょっと良し悪しもあると思いますけどね、まあその中でもね、しっかりね、ちょっとライブ配信中釣れたということで、いい撮れ高があって良かったんじゃないでしょうか。はい、ということでね、それでは続いての方ね、ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー8番、橋本ブラザーズのお兄ちゃんの方ですね。はい、第2回ヒラメ王決定戦大きさ部門第6位、数釣り部門第4位の実力者が再びエントリーしてきましたということでね、早速見ていきましょう。投稿日が11月9日、県北サークル釣れましたということでね、ヒットルアーのオフベイト、ヒラメのサイズが38センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、お兄ちゃん今回で3枚目の超過ですね。はい、ということでね、なんか大きいのまたバラしましたということでね、何気に結構大きいのは潜んでるみたいですね、県北サークね、まあ、数はだんだん出るようにはなってきましたけどね、もう大きさは多分今からかなって感じですけどね、だってでかいのバラせるくらいですからね。はい、ということでね、そんなお兄ちゃんね、さらにね超過届いてるんでね、ご紹介していきましょう。こちらでございます。はい、超高尾場所、ヒットルアーは一緒ですね。サイズの方がちょっとね、小ぶりになりましたけどもね。ヒラメ22センチとなってます。おめでとうございます。はい、これでお兄ちゃん4枚目の超過ですね。はい、ということでね、やはり、数釣り部門第4位のね、実績がありますからね。やはり来るときドワンと来るんですよ。やっぱ釣る人ってやっぱ1日ね、もう3枚4枚とか釣る人釣っちゃうんでね。本当にね、一気にこう数釣りガーッと詰めてくるんですよね。お兄ちゃんもちろんこんなんじゃ終わりません。もう一枚超過あります。どうぞ。さあ、お兄ちゃん3枚目の超過となりますね。ヒラメのサイズが42センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、お兄ちゃんのね、今回エントリーいただいている最高サイズって42センチだったんですよ。はい、ということで、今回ね、同一サイズということでね、サイズ更新まではいかなかったんですけどね、数の方が今回5枚ということでね、はい、数釣りトップと3枚差までね、はい、追いついてまいりましたということで、はい、一発逆転あるね、ところまでも来ましたね。はい、ね、今回もよくね、3枚くらいドーンと釣ってしまえばね、本当にもう一気にさ、縮まりますからね。はい、数釣り本当に面白い状況になってまいりましたということでね、数釣り大きさともに実力のあるお兄ちゃんですからね。はい、まだ開催期間ありますからね、そのうちやると思うんですよね。でかいの2回バラしてるんでね。はい、ちょっと、そろそろ大きいのお待ちしておりますんで、超過報告。はい、ということでね、続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてはね、エントリーナンバー12番みっちゃんさんです。はい、早速超過の方見ていきましょう。超過日が11月9日県北サーク、これ絶対橋本のお兄ちゃんと一緒に行ってるよね。はい、ということでね、ヒットラーがフリッパー、ヒラメのサイズが 43.5cm となってます。おめでとうございます。はい、ということでみっちゃんさん、ついに7枚目ということでね、数釣りもね、はい、高尾さん、熊谷さんに続き7枚ということでね、本当に数釣りトップと1枚差。はい、今回はね、この超過のみだったんですけども、また2枚3枚で一気にね、連続でパパッと釣っちゃうと、本当にもう一発逆転できるような、そういう状況まで来ておりますということでね、橋本お兄ちゃんと続きね、みっちゃんさん今回ね、県北方面の人数釣り強化頑張ってますね。はい、今回みっちゃんさん数釣り調子いいんで、ぜひ頑張っていただきたいですね。
はい、ということでね、なんか最小サイズ問題ありますとかっつってね、あの14センチからね、あのシッチーさんに13センチ越されてしまったんでね、はい、なんか何気に最小サイズも狙ってるみたいです。はい、ということでね、続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー14番ケミンさんでございます。はい、全大会大きさ部門第7位のね、はい、実力者が再びエントリーしてまいりました。早速見ていきましょう。投稿日ね、11月8日から9日、なんと茨城県の方にね、ちょっと遠征行ってきましたということでね、紹介いただきました。早速見ていきましょう。場所がね、茨城県の県北サーフ、ヒットルアーがね、フリッパー IT、ヒラメのサイズが 61.5 センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、茨城の方も結構釣れてたみたいですね。ベイトバーッと入ってね、あの北茨城の方は結構調子良かったのかっていう話でね、今回あの北茨城の方からあの上須の方まで行かれたみたいで、本当に茨城端から端まで行かれた感じっすね。だって上須俺らもね、あの行きましたけども、だって北斗から1時間くらいかかりますからね。はい、だってほぼほぼ千葉県ですからね、あの茨城のあの上須の方って。はい、ということで、随分本当に茨城をね、あの堪能されたみたいで、あのこの他にもね、あの超過いただいてるんでご紹介していきましょう。はい、ヘミンさんがさらにね、こちらヒラメ2枚追加で、はい、合計今回超過が6枚ということでね、一気に数釣りの方もね、ランクインね、伸ばしてまいりましたね。さあ、ということでね、ヒラメのサイズはね、35.5センチと 45.5センチですね。45センチの方があれですね、ハウルフィッシュで、こっちヒラメ 35.5cm のなんだこれ、フリッパーかな、ちょっとルアーがちょっとね、わかんないんで、うん、ちょっと今回お聞きしないんで、ちょっとまあね、映ってるんでね、まあ、自分でね、あのヒトルアー書いた感じなんですけども、多分フリッパーかなと思うんだけどね。はい、ということでね、今回合計小座布団も合わせて3枚の超過ですね。おめでとうございます。はい、この他にもね、あのちょっと上水の方でも1枚損で釣りましたということで、今回ねこちら未計測だったんでね、まあちょっとポンとあのお写真だけで、ね、ちょっとご紹介させていただきますということでね、まあどうなんだろう、俺北茨城の方ってね、ちょこっと一回名古屋のすぐ近くの方ね、あの入ったことありますけど、根がかりひどくてねあれだったんだけど、あんま北茨城の方ってやったことないもんね。どっちかというと俺鹿島灘の方が多いんで、あとはそうだな、前はね大竹海岸の方とか行きましたけども、上須の方も上須遠いんだよな、うん、で結構やっぱ遠さなんですよね、あっちの方、うん、俺はあのシーサイドの方行きましたけどね、うん、はい、ということでね、今回ヘミンさんがね、あの茨城の方に遠征行ってきましたということでね、続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー16番マーコトさんでございます。全大会大きさ部門第9位、数釣り部門第6位の実力者が、はい、再びエントリーしてまいりました。早速見ていきましょう。超過部11月8日天南柵で釣れましたということでね、ヒットルアーのフリッパー IT、 ヒラメのサイズが37センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、この時期になるとね、あのデュオさんのね、あのリモートもやってるんでね、はい、結構みんなもうデュオ製品のデュオのメジャーシートで来ること多いんですけど、誠さんもね、この日が初日って言ったんだっけかな。はい、ということでね、エクストリームかけましたということでね、あの超過いただきましたけども、はい、同じ日でね、誠さんもう一つ超過あのいただいてるんでね、ご紹介していきましょう。こちらでございます。はい、同じ日付場所、ヒットルアー一緒ですね、サイズの方が 46.5センチ、こちら5枚目の超過になりますね。おめでとうございます。はい、ということでね、数釣り第6位の実力をついに発揮、数釣りの方もね5枚目ということでね、一気に数の方伸ばしてまいりました。誠さん、まだこんなもんじゃ終わりません。ついに本領、本当に本領発揮です。まだまだあります。どうぞ。はい、ここに来て6枚目、なんと小座布団です。はい、ということでね、翌日の超過ですね、11月9日仙台サーフ、ヒットルアーがハウルで釣れましたということでね、狩口でがっぽり食ってますね。はい、ということでね、ヒラメのサイズが60センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、誠さんも一気にサイズの方伸ばして、大きさ部門もねベスト10入りということでね、もう60センチ積んないとベスト10入りしないですもん。はい、ということでね、もうだん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 もう1位から9位までがね、本当に座布団小座布団というね、あの世界になってまいりました。
はい、ということでね、エクストリームかけてね、大きさもついに伸ばしてきて、はい、数も6枚目ということでね、はい、本当に数、ね、いよいよ2枚差まで追いついてきました、そんな誠さん、翌日も言っております。さあどうぞ。はい、ついに7枚目の超過ということでね、数釣りトップと1枚差まで、はい、追いついてまいりました。超コビ11月10日仙台サーフヒットルアーがハウルで釣れましたということでね、ヒラメのサイズが42センチだってます。おめでとうございます。はい、ということで、もうここまで来ると本当に一発逆転あるんじゃないですかね。はい、ということで、多分誠さん本気になればこれエクストリームかけまぐるでしょう。はい、ということでね、タカピーさんもね、あの仕事終わりのね、あの短時間勝負で多分ね、勝負かけると思うんですけども、はい。さあ、ということで、誠さん、どうなんだろう。でも一発本当に一枚差だからね、どうなるかわかんないもんね、また開催期間あるからね。さあ、ということで、誠さん初のタイトル取れるのかということでね、奥様の泉さんはね、結構いろいろね、あのタイトル取ってますけど、誠さんもね、あの無冠の帝王に近い状態なんでね、はい、ぜひあの4代目ヒラメを、取っていただきたいですけども、タカピーさんも本気で取りに行ってるみたいなんで、さあということでね、バジバジの戦いが、はい、もう繰り広げられそうですということでね、続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー18番ケンさんでございます。全大会数釣り部門第6位の実力者が再びエントリーしてまいりました。早速見ていきましょう。超コビが11月9日仙台サーフヒットルアーがハルフィッシュで釣れましたということでね、ヒラメのサイズが 40.5 センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、ついにケンさんもね、数釣り6枚ということでね、かなり数釣りの方もね、上位にね、はや上がってまいりましたということで、やはり全大会数釣り部門6位の実力をね、ついに発揮してまいりましたということでね、前回がね、一気にこう数釣りのね、あの枚数詰めてきたんでね、前回みたいなパターンがあればね、本当にまくれるところまでケンさんも来ましたんでね、はい、というかもうヒラメハンター争いが本当にすごいことになってきました。はい、それではね、続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー25番、ヤドカリのヤスさんでございます。こちらも今回6枚目の超過ということでね、はい、こちらも数釣りの方にね、食い込んでまいりました。早速見ていきましょう。超コビ11月8日県南作で釣れましたということでね、ヒットルアーがフリッパー、ヒラメのサイズが38センチとなってます。おめでとうございます。はい、本人サイズなかなか伸びませんということでね、あのむしろサイズダウンばかり続いてますということでね、あの言ってるんですけども、こんだけ数釣ってな、そのうちドカンって来そうですけどね。そんなね、ヤドカリのやつさんね、もう1枚釣ってんですよ。さあどうぞ。はい、数釣り7枚目の超過でございます。はい、日付も場所もルアーを今度フリッパーからフリッパー Z ですね。はい、ヒラメのサイズが39センチとなってます。おめでとうございます。はい、ついに数釣りトップと1枚差まで、はい、追いつきましたねということで、本当に数釣りが面白い状態。今ね、7枚がね、みっちゃんさん、まことさん、ゆうきさん、それでヤドカリのヤスさんなんで、とんでもない状況になってます。まあ、これを追いかけるのが6枚のね、ヘミンさんのケンさんの6枚ということでね、はい、本当にね、数釣り接戦になってきてるんですよ。はい、ということでね、このトップ2人がね、ちょっと釣れない時がね、あの油断大敵ですよ、もうね、誰がいずこうヒラメハンターになってもおかしくない状況になってます今。はい、ということでね、ヤドカリナスさんもかなりね、あの数釣り上位の方まで追い上げてきましたね。サイズがね、出ない、釣れてるだけいいだろうと、俺今年まで1枚も釣ってねえんだぞと、はい、いうことでね、俺からしたら贅沢な話ですよ本当にね。サイズなんていいんですよ、まずヒラメ1匹ですよ俺は。はい、ということでね、10月24日もこの調子でぜひね、釣っていていただきたいなということでね、マジカイブース武田軍団の方に参加されるようでんで、まあぜひ、ほらちょうど2人いるからね、タコアピーさんと熊谷さんね、はい、
ぜひ数釣りのね、あの三つどもえ戦、繰り広げていただきたいなと、はい、思っております。ということで続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー33番りょうさんでございます。全大会数釣り部門第10位の実力者が再びエントリーしてきました。早速見ていきましょう。昇降日が11月8日県南サリュー釣れましたということね。ヒットルアーがアダスタのサリュー、ヒラメのサイズが42センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、ヒラメ42センチ釣れましたということでね、りょうさんこの釣果で2枚目の釣果と、はい、なってるんですけども、今回ねりょうさんかなり調子いいのが、この他にもねちょっとまた釣りましたということでね、あの釣果いただいてるんでね、はい、ご紹介していきましょう。こちらでございます。はい、続いてなんと一気に2枚釣ってきました。はい、ということでね、釣果日は一緒です。場所も一緒です。このヒットルアーね、ウェッジの 95S で釣りましたということでね。はい、見ていきましょう。ヒラメのサイズね、25.5 センチと36センチとなってます。おめでとうございます。はい、この釣果でね、りょうさん4枚目の釣果ということで、さすがが全大会数釣り10位の実力者でございますよ。はい、1日に3枚仕留めて参りましたということでね、そんなりょうさんね、翌日も釣ったそうです。どうぞ。はい、翌日の釣果にあります、釣果部11月9日、場所は同じく県南サーフ、ヒットルアーはね、同じくウェッジ 95S で釣れましたということでね、ヒラメのサイズが 53.5 センチとなってます。おめでとうございます。はい、ここに来てね、はい、大型のヒラメ釣ってまいりましたってこと、いいサイズですね。はい、ということでりょうさんこれ一言僕に言いました。今日は1枚しか釣れませんでしたって。1枚しかだってね、僕1枚も釣ってないけどね。はい、ということで ねサイズもね、はい、いいし数もね、はいこれ5枚目ですよ、これで。はい、さらにねりょうさんね、翌日も行ってます。今度3連チャンで行ってます。さあどうぞ。はい、さらに翌日のね、11月10日の釣果になりました。場所は同じく県南サーフ、今回2枚ですね、 21.5cm、 こちらはねウェッジの 95S、ヒラメの 41.5cm、 こちらはねアダスタのサリューで釣れましたということでね、はい、ついに7枚となりました数釣り、まずはおめでとうございます。はい、ということでね、あの3日間かけて、りょうさん6枚、はい、エントリーしてきましたということでね、今回のエントリーなかったらりょうさん1枚だったんですよ。ということでね、本当にねこういう連休でね一気にガーッと畳みかける人もいるんで、だから数釣り分かんないんですよね。だって一気に6枚ですよこの人今回。はい、ということでね、開催期間ね2ヶ月間かけてじわりじわり来る人もいればね、短期間集中型で一気に量産みたいなボーンってね送ってくる人もいるんでね、どうなるかが分かりません。はい、ということでね、1枚だった人はいきなりなんだってトップの1枚その7枚まで追い上げてきてるんですからね。いや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 、もう数釣り順位の実力者じゃないですよこれ。もう本当にね、今回はね、果たしてりょうさん狙いに来てますねこの人も。はい、ということで8枚が2人でしょ、7枚がこれで何人になるんだ、7枚が5人か。はい、ということでね、はい、非常にもう数釣り接戦となっておりますということでね、続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いても実力者がエントリーしてきました。エントリーナンバー38番、はるさんでございます。第2回ヒラメ王決定戦大きさ部門7位、数釣り部門第3位の、はい、実力者でございます。釣果日いきましょう。11月9日福島県相馬港、ヒットルアーがねメジャークラフトのジグパラジェット 40g で釣れましたということでね、なんと小座布団今回4枚目です。はい、ヒラメ 62cm、 おめでとうございますね。えやっぱねえ、この人さ、こんなんで終わんないですよ。やっぱだから座布団とか小座布団出してくるんですよ。前回ね、あの20センチのねヒラメでしたけど、ねえ、こんなんで終わるわけないって言ったじゃないですか。ねえ、だから来たでしょ、だから62センチ。ねえ、この人だってなんだかんだ言ってたって、数釣り3位までやってる人ですからね。第2回に本当にね、N さんと鹿さんの3人でね、もう2桁超過で争った人ですからね。はい、だって、第2回の時なんかだって平均ヒラメ50センチオーバーばっかりずつしたからね。はい、
釣る気になればこの人こういうサイズポンと釣ってきますからね。あ、やっと春さんらしい釣果出てきたんじゃないでしょうか。はい、ということでね、いや春さんこういう釣果待ってましたよ。はい、ということでね、前回の20センチって春さんのあれじゃないもんね。あれ絶対青物ついでにねちょっと釣れましたって感じのあれでしたもんね。だって前回だって60グラムのだってメタルジグで釣ってますからね。はい、ということでね、今回も多分ジグパラジェットだからどちらかというと青物狙いだったのかなってちょっと俺思ってましたけど、はい、ということで、でもね、でも見事な小座布団ですからね。はい、ということで今回ね、春さんがね小座布団釣りましたということでね、今回だからね小座布団4人だもんね。全体的にこの週末大きいサイズ結構釣れてますね。結構サイズ伸ばしてきてる人もいますからね。はい、ということでね、春さんが一気に20センチからね、あのトップ10入り、はい、まずそこはすごいです。おめでとうございます。はい、ということでね、続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー41番、柴山さんでございます。こちらもね、全大会数釣り部門第10位のね実力者が、はい、再びエントリーしてきました。早速見ていきましょう。昇降日が11月7日仙台サークで釣れましたということでね、ヒットルアーがジョルティ、ヒラメのサイズが43センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、今回ね柴山さん3枚目の釣果ということでね、着実にねあの数釣りの方ね、枚数伸ばしてきております。はい、でもね1枚ずつ釣っていくだけでもねあれですからね。はい、言ってればそのうちね、あの当たるとねボコンできますから、なんだかんだ言って柴山さんもね数釣りトップ10入りする人ですからね。はい、行くとき行きますから。はい、ということでね、まだ開催期間ありますんでね、ぜひね、あの数釣りの方も大きさも頑張っていただきたいなと、はい、思っております。それではね、続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー44番ケンさんでございます。はい、こちらの方ね、あの2代目とのね、あのコラボ動画でね、あのリンバーでバラして最後にあのシーバス持ってた視聴者さんです。はい、ということでね、あのトレーダーが作っていただき本当にありがとうございますということでね、早速見ていきましょう。釣果日がね11月10日県南サークで釣れましたということでね、ヒットルアーがアクションスリムの 105S、 おー、僕の紙ルアーの大きいバージョンですね。はい、ということでカラーこちらあれですね、ヒラメピンクかなこれ。はい、ということでね、ヒラメのサイズが41センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということで、ケンさんもね、今回こちら2枚目の釣果ということでね、はい、数釣りの方にもね、ランクインしてまいりました。はい、ということでね、はい、動画でもね、こう、ヒットシーン作ってくれたりとね、何気にね、あの、本番に強い方なのかなと、はい、思ってるんでね、この後もまだ何かやってくれるんじゃないかと、期待を僕は持ってますんで、ケンさん頑張ってください。ということでね、続いての方、ご紹介していきましょう。はい、続いては武田軍団からエントリーが来た。エントリーナンバー48番、2023年渡り町長杯準優勝者の品堀達也だ。なぜフルネームで紹介したと。はい、達也さんはいつもこの紹介なんですよ。はい、ということでね、早速見ていきましょう。釣果日がね11月10日県南サークで行きましたということでね、ヒトルアーがジャクソン、飛びすぎダニエル、ヒラメのサイズが 43.5 センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、今シーズンやっとヒラメ釣れましたということでね、ここにもヒラメ釣ってなかったやついたかと、はい、先に越されてしまいました。はい、ということでね、こちらの達也さんも、頂上決戦、バチバチにやり合いましょうよということでね、はい、対決イベントありますんで、その後はね仲良くバーベキューの予定でございます。はい、ということでね、2023年の渡り都庁杯の準優勝者が、はい、ついにエントリーしてまいりましたということでね、続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー49番佐々木さんでございます。第2回ヒラメ王決定戦大きさ部門第9位の実力者でございます。はい、頂上決戦第4弾ではね、あの宮城統一王座決定戦本戦決勝戦でね、見事に5位入賞ということでね、もう実力者がやっとエントリーしてきましたということで、ね、早速見ていきましょう。釣果日11月10日県北サークで釣れましたということで、ね、ヒットルアーがウェッジの140、お、結構でかいので釣れましたね。はい、ヒラメのサイズが40センチとなってます。おめでとうございます。
はい、ということでね、ヒラメ王決定戦の開催2日前にね、1匹釣れてコースタート切れるかなと思ってたら、そんなのと全然釣れなくて、ね、あの俺が県南県南って言ってるから、あの県南サークルに初めて行ったっつって、ね、それでもあの釣れずに心が折れそうでしたということでね。佐々木さん南の方に行くって聞かないよね。いつも県北のイメージとか、と仙台サークルのね、あれがイメージ強いんで、あんまり南に行かれるね、あれは聞いてなかったんで、よく、よっぽどだったんでしょうね、佐々木さん県南に行くってね。いや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 、あの開催前に1匹釣られてコースタート切れたって、あれですよ、あのそれなんていうか分かりますよ、大会前に運使い果たすってやつですよそれ。はい、ということでね、あの石川さんもそうですから、はい、ね、あの大会前にね、座布団取っちゃってね、あのその後まだエントリー来てないですから、あの人だっていつもあれですからね、ヒラメの時よりはもう必ず数釣り3位以内にも入ってきてますからね、あの人。はい、ということでね、今年あの座布団で全ての本当に運使い果たしてます石川さんは。はい、ということでね、あの頂上決戦の時にはね、あのその石川さんと長井君、佐々木さんもお話ししてましたけども、はい、ということでね、まあ、なんとかエントリーできてよかったと思います。さあ、ということでね、今回はね、この佐々木さんでね、エントリーの方はね終わりとなります。それではね、数釣りの方でちょっと皆さん気になると思うんでね、数釣りの方見ていきたいと思います。はい、それではまずね、数釣り7枚以上の釣果、見ていきましょう。まず8枚釣ってるのが2名、エントリーナンバー1番タカピーさんとエントリーナンバー3番熊谷さんです。はい、こちらのね、あの仲良しコンビ、メバルに狂った男たちですけども、はい、ね、仲良しコンビがまさかのね、あの同一1位ということでね、これの決着は24日頂上決戦で、やってもらいましょうということでね。それを追いかけるのが5名ですね。エントリーナンバー12番みっちゃんさん、エントリーナンバー16番まことさん、エントリーナンバー17番ゆうきさん、エントリーナンバー25番ヤドカリのやすさん、エントリーナンバー33番りょうさんとなってます。はい、ということでね、もう誰が行ってもおかしくない状況ですね。このままトップ2人がね、引き離すのか、それともここをね、7枚の人がまくってくるのかという状況ですけどもね。はい、ということで本当にみんな今勢いに乗ってる状態ですよね。はい、まあでも今回ね、量産みたくね、一気に6枚っていう人もいますからね。いや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 、これはちょっとね、どうなるかがわからない、誰がなってもおかしくない状況ですよ、この僅差は。はい、ということでね、まあ、これをねさらに追いかける人もいるんでね、ちょっと、4、5、6枚、これちょっと見ていきましょう。それではね、ちょっと4枚以上の釣果見ていきましょう。まずは6枚の釣果、お二人ですね。エントリーナンバー14番ヘイミンさんとエントリーナンバー18番ケンさんでございます。それをねさらに追いかけるのが5枚の釣果、エントリーナンバー2番キッサさんとエントリーナンバー8番橋本ブラザーズのお兄ちゃんでございます。それをねさらに追いかける形でエントリーナンバー4番ラムーさん4枚とエントリーナンバー11番岩崎さん、エントリーナンバー29番のルイコスタさんとなっております。まあ、この件くらいまでがあれかな、ね、一気に3枚4枚つってね、こう追いついたり逆転できるくらいの位置かななんてちょっと思ってますけどね。はい、でも今回ね、でも亮さんがね1枚のエントリーから一気に6枚でね、もう数釣りトップで1枚差まで追いついてますからね。まあ、釣る気になればそういう風にね、3日間かけて一気にこう来る人もいますからね。わかんないな、この辺あたりでも一発逆転は狙おうと思えば狙えますからね。ということでね、数で攻めるか大きさで攻めるか、それともね、その両方で行くのか、どこを攻めるのかはあなた次第でございますよ。それではね、釣果速報は今回これで終わりにしたいと思います。数釣り3枚2枚に関しましてはね、暫定ランキングの方でねご確認いただければなというふうに、はい、思っております。それではね、最後にね、いつものあのコーナーやらなくてはいけないんですよ。今回もね、ヒラメだって言っているのにもかかわらず、それ以外の魚を送ってきたアンポンタンどもがいるんでね、そいつらを罵らなきゃいけませんので、いつものコーナーいきます。ヒラメだって言っているのにもかかわらず、それ以外の魚を送りつけてきている自己承認欲求の塊たちをね、
これから紹介していきたいと思う。まずはこの男、我らが卍会カウル先生だ。さあということで、このドヤ顔ちょっとイラッとするぞ。早速見ていこう。朝光日11月4日仙南サーフで釣れましたということでね、ヒットルアーがハウル、ダツだダツ、はい、73センチ、ね、いつもならおめでとうというところだけど、お前にはこの言葉を送りつけてやる、この小さい野郎が。はい、ということでね、山形県からわざわざヒラメを狙いに来たのに釣れたのがこれだ。しかも彼なんて言って送ってきたと思います。これ、ダツ王はこちらですかと、僕がやってるのヒラメ王だということでね。続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いての勘違い野郎はまた卍会だということで、ね、卍会は勘違い野郎しかいないのかと言いたくなるけども、さあ今回もこの男タカピーが送りつけてきやがった。早速見ていこう。朝光日が11月9日、今度北の病院からネーミング変わりました。家から遠い病院だそうです。はい、ということでね、ネーミング変わってるけどね、行ってる場所は一緒ですからね。はい、ということでね、ヒットルアーがガルポのサンドワームでね釣れたそうです。メバル 28.5 センチ。いつもならね、なんかいつものハンドでねパチパチパチってやりそうなんだけどね、これちょっと気をつけなきゃいけないんでね、勘違い野郎はね、罵らなきゃいけないんでね。はい、ということでね、ヒラメだって言ってるにもかかわらず毎回あれですよ、メバルですよ。はい、ね、今回彼ね、数釣りをねトップになりましたよ。それ以上にねこの人ね、多分ヒラメよりメバル送ってきてる方が多いんじゃねえのかな、枚数的に言ったら。はい、ということでそんなお前にはこの言葉を送りつけてやる、この苦しい野郎が。さあということで、勘違い野郎投稿も、数釣りトップです。はい、ということで続いての方ご紹介していきましょう。さあ続いての勘違い野郎はケンさんだ。さあ先ほどねヒラメの方エントリーいただきましたけども、そのヒラメを釣った時についでにこれも釣れたそうだ。早速見ていこう。朝光日11月9日仙台サーフ、ヒットルアーはヒラメと同じくハウルフィッシュで釣れたそうだ。シーバスのサイズがランカーサイズの80センチ。これかけた瞬間ザブったと思ったそうです。ザブったってなんだと思ったら、あれでしょ、要はザブトンかかったっていう意味でしょ、これザブったってね。ザブったと思ったらえらい洗いしたんで、あーシーバスかと、はい、いうことでね、まあ、ランカーサイズで釣ったら、まあね、送りたくなる気持ちも、分かりますけど、僕にね、この開催期間中にヒラメが送りつけると、こうなるんですよ、ケンさん、お許しください。この、こっちが野郎が、ザブったってなんだ、ザブったって。ね、座布団かけることザブるっていうのはね、なかなか面白い表現だなと、はい、思わず笑ってしまいました。この他にもね、ちょっとねシーバス釣って送ってきてるアンポンタイムで、ご紹介しましょう。はい、続いてシーバスを送りつけてきたのはこの男山下さんだ。はい、夜勤明けで仙台サーフ入ったそうだ。早速見ていこう。朝光日11月10日仙台サーフ、ヒットルアーが台はオーバードライブ 95S で釣ったそうだ。シーバスが30センチ。いつもならおめでとうと、ね、言ってしまいそうだけども、あなたにはちょっとこの言葉を送らなくてはいけない、お許しください。この勘違いが、ね、夜勤明けでね苦労してね行ってね、やっと釣れたと思ったらシーバスで ねこれをね送って、本来だったらおめでとうって言われるはずが、ね、俺みたいな人間に罵られるわけですよ。はい、ということでね、僕の魚を見て、僕の釣った魚を見てと、自己承認欲求の高い方はね、ぜひ勘違い野郎お送りくださいということで、ね、続いての方、ご紹介していきましょう。さあ続いての勘違い野郎はブリーチの挽回みたいな名前のやつが来た。雷帝満潮ギジエレ氏だ。さあ早速見ていこう。朝光日が11月8日県北サーフ、ヒットルはヘンチマンで釣れたそうだ。はい、マゴチのサイズが 56.5 センチ。いつもならおめでとうと言ってしまうのだが、今回はお前にはこの言葉を送りつけてやる、この勘違い野郎が。このマゴチヘンチマン丸飲みだったそうだ。首振り全然しないから途中までヒラメだと勘違いしていたそうだ。さあということでね、いろんな意味での勘違いだけど、この他にね
この雷帝満潮疑似エレシの友達も変な勘違いをしているんだ。まずその友達を紹介させてくれ。さあ噂の友達とはこの男プラチナヒロトだ。あの魚種見てください、これヒラメなんですよ。なんでヒラメで勘違い野郎なんだと、説明しましょう。このプラチナヒロトっていう男は俺の大ファンらしくて、動画でぜひ釣果を紹介してほしいとね、あの雷帝満潮疑似エレシさんが言ってきたわけだよ、ね、もちろんヒラメ王は除外してくださいと。なんだもちろんって言ってね、ヒラメ別にムツムツの写真なくてもエントリーしてる人、あれだからエントリーすればいいのになと思ってね、このヒラメ王開催中にヒラメ王をエントリーしない、しかも53センチですよ、その勘違いっぷりがすごいなということでね、今回ねこのプラチナヒロトにはこの言葉を送りつけてやろう。この勘違い野郎がヒラメを釣ってヒラメをエントリーしないで勘違い野郎で紹介するってよっぽどですよ本当に。はい、ということでせっかくなんでね、超過見ましょう。11月4日ケンポックサフヒットルアーね、エコギアのパワーシャットで、はい、釣ったジングヘッドですね。はい、ということでね、53センチあったらなかなかいいランキングいるんですけどね、はい、別にブツブツの写真なくても、ね、普通にあのエントリーしてる人いるんで、はい、ね、なんで除外なんだろうと思って、まあ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 、一応ね雷帝満潮疑似エリスさんから、まあ、そういう風に言われたんで今回エントリーしないであえて勘違いよろとそういうことを紹介してますけど、ヒラメ以外の超過を送りつけてって言ってるのにヒラメで勘違いやるんですよ。はい、まあ、ということでね、まあ、世の中にはね、そういう人もいるということだけですよ。はい、ということで今回はねこれで、はい、終わりたいと思います。明日最後にね、暫定ランキング発表になりますので、各自ねの大きさの順位だったり数釣りの方ねご確認ください。それではね、ナルゴでございました。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
エントリーは公式 LINE から、概要欄に登録フォームがございます。お名前、釣った場所、調光日、ヒットルはサイズをご記載の上、ヒラメのサイズの画像、ヒラメを持っている画像の2枚を公式 LINE に送ってください。超過は1週間以内の超過に限ります。頼むから1ヶ月前の超過なんか送ってくるんじゃねえぞ。調光方法はルアー、ワーム、疑似餌による調光に限らせていただきます。餌釣り、泳がせ釣り等の超過は無効となりますのでお気をつけください。調光エリアはサーフ、河口、堤防、漁港、磯、陸地からの超過のみとなっております。頼むから船釣りだけは勘違いしないでくれよ、ということで、なるほどございました。皆様からのエントリーお待ちしております。大雨で開催延期にしたんで、そろそろ完全決着つけたいと思います。去年の土下座の借り返させていただきます。卍会 vs 武田軍団、そろそろ決着つけようぜ。どうぞ。ありがとうございます。これが噂の魅惑のレモンティーです、今。はい、え、泉さん食べないの？ということで、誠さんが分かんないですけど。さあ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 、夕方この県内のサークで夕末め短時間勝負。これが噂の魅惑のレモンティーです。いただきます。クリームを。あー、いいですね。柔らかい感じですね。うん、うん、ま、思ってたほどは酸っぱくないですね。ああ、程よい酸味と、あ、酸味で、はい、クリームの上手。食べてみたらいいじゃないですか、ミルさん。食べますね。うまい。酸っぱいって、だって食べてみて、本当に酸っぱいんだから。まあ、酸っぱいけど、そうだけど、うん、そう。けど。レモン意外とその思ってたよりはレモンティー、そう、レモン、うん、酸っぱいとか、うん、意外、うわ酸っぱいとかじゃないんですよ。うまいですけど酸っぱいですよ。いや、なるほど。あの、いいよ。どう食べてください、食べてください。ぜひ。ああ、酸っぱいでしょ。酸っぱい。レモンティーですね。レモン、そうそうそう。でしょ。でも美味しそう。味はするんです。そう。この中がこの茶色い部分がティーです、ね。ああ、なるほどなるほど。ええ、ああ、後から来た。でしょ。うん。このティーの、うん、後から来る。そう、ティーが、はい。魅惑のレモンティーです。はい。美味しいです。飲み物合わせるなら何にしますか？ビールですね。